日も始まりました。松尾修造のこれ知ってますなんですけど、言いますよ今日も。ちょっとごめんなさい、失礼、まあ、失礼しますね。ということで、ね、今日はね、海外まではね、外国人の方が日本をどう思ってるかというね調査だったそうなんですけど、まあ、いろいろと尖閣は問題なので、中国の方が日本人のことをどう思ってるかっていうアンケートなんですけどね、中国人は日本のこと1位礼儀正しい、2位が勤勉働きすぎ、で3が先端技術、4がストレスプレッシャーを感じる生活、そして5が生産性が高いって言って、中国人が、日本人はそう思ってるね、日本人のことを思ってるんですよ。それからインドネシアが日本人のことを、1番知的、そして2番目先端技術、3番勤勉働きすぎ、4番礼儀正しい、5番裕福というのが言われたらしいですね。でタイの方がね、日本人どう思ってるか、勤勉働きすぎてよく思われてるんですね、日本人ってね。それから安定した経済環境にね、第3位が先端技術、4位が愛国心団結、タイの方は日本人のことは愛国心があるとね、団結という、その5が時間に厳しい、というふうに言われてみて、そして韓国の方はどう日本のことをどう思ってるかね、植民地支配第二次世界大戦、まあこれね、第2位がずる賢い、それから3位が残酷、残忍、恐ろしい、4位に勤勉、真面目、そして5位に親切、礼節、秩序というふうに、ね、なっているそうですけど、国によりまして、そのまた私どもまたその国の見方っていうのは変わりますけどね、いろんな国によって日本人の見方っていうのは変わってくるもんですね。今日は日本、海外の方が日本をどう思っているかというベスト5でございました。ありがとうございました。いっちゃー。